炎上中の NHKE テレ、ジェンダー体操。実は、体操の後がさらにすごかった模様。ゲストに喘ぎ声を要求。スタジオに響き渡る女性の喘ぎ声、二度ん引きの声。内容はこちら。昨日取り上げた NHKE テレのジェンダー体操。実は、その後がさらにすごかったようです。では、内容を見てみましょう。松浦大吾、日本維新の会、秋田1区支部長。NHK のジェンダー体操なんて、あれは切り取られた一部分だけだけど、あの後舞台の下に降りてきた二人は、ゲストのユウさんに、あなたも性を解放しなさいと言わんばかりに喘ぎ声を要求。ユウさんもユウさんで、サービス精神が旺盛な人だから、その要求に見事に応えたのよな。スタジオに響き渡る、これ、4年前に放送されたものなんですけど、なぜか切り取られたものが今頃になって拡散されている。変なの。ネット時代にはそれが今起こっていることなのか、過去に起こったことなのか、わからなくなってしまうよね。レイカ物議 NHK 卑猥なジェンダー体操。ドレンコしながら、甲骨と体をくねらすあたおか体操でドン引きされている NHK。ジェンダー体操の後に、あなたも性を解放しなさい、と言わんばかりにゲストに喘ぎ声を要求していたらしい。NHK は、どこまで狂っていくのだろう。スタジオに響き渡る喘ぎ声。なぜそんな番組を受信料で作るのでしょうか。怒りしか湧いてきませんよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。4年前からこんな状況だったんですね。寒気がします。 LGBT 法成立がいかに仕組まれていたかよくわかりますね。同性愛のドラマや漫画が 5,6 年前から急に増えたのも LGBT 法に抵抗感をなくすための刷り込みだったのでしょう。いよいよ洗脳ビデオ流し始めた。切り取りの方がマシだった。うわ。切り取りのが控えめだったパターン。ジェンダーハラスメント。地獄のような光景。誰向けの何？こうやってメディアを使って、4年前から刷り込みを図っていたということなのでしょう。次はこちら。公共放送が何流してんねん、と言葉もないです。おいカメラ止めろ、と誰か言わんかったんだろうかい。NHK でやってたんですよね、わら。倫理に反してないな。放送禁止用語にならないんですか。下ネタは放送事故になるのに。受信料を徴収する公共放送がやることだと思いますか。どうですか、政治家として。政治家は、NHK に抗議をしないのでしょうか。この番組は、どう考えても子供に悪影響ですよ。次はこちら。気持ちが悪いとしか言いようがないですね。それにしても、ジェンダーがただの変態であるとアピールしてるようですね。受け入れられない意味がよくわかる。は、ジェンダーイコール変態になってません。元の意味合いと変わってきてますが。ジェンダーの人はいつもセックスのことばかり考えてるのですか？子供には見せられないくらい気持ち悪い。ジェンダーって、性を解放することじゃないよね。テレビ捨ててよかった。こんな教育に悪い番組、子供に見せられへんわ。NHK のせいで、逆にジェンダーのイメージが悪くなっていると思います。最後はこちら。異常者を異常者として拒否できない社会。文明人の姿じゃないよ。狂気を輸入する NHK。日本変態放送局。それを公共の電波で流すのが意味不明。なんでこんなとこにお金払わないといけないの。こんなんで金取るとかガタ払いたいわ。NHK もう完全にいらないな。今すぐ停波しろ。NHK への不信感が募るばかりですよ。結論。NHKE テレが放送した LGBTQ ジェンダー体操は、松浦氏曰く4年前に放送されたものとのこと。
まあしかし、いつ放送されようが、問題が発覚していたのかしていなかったかの違いだけで、問題は問題です。しかし逆に言えば、これが放送されたのが LGBT 法案成立前だと考えると、NHK を含めたメディアが4年前からじわりじわりと刷り込みを行っていたということになります。とにかく、このような異常な番組を国民から強制的に徴収した受信料で作っていること自体、大問題だと思います。受信料を払っている皆さん、こんな NHK を許せますか？ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。